どうも皆さん、こんにちは。ハンドスターターめっちゃドローしてるか役リュウです。さあ本日はですね、コナミがまた頭のネジがぶっ飛びまして、運営がやらかしましたんで、そちらを断罪していきたいと思います。まあ、断罪っていうか、まあ悪用っていうか、まあちょいろいろ言い方はあるんだけども、もうちょっとあの言うわ俺。この間さ、初めて俺コナミの仕事断ったから、公式の俺コナミの仕事初めて断ったんですよ。だからもう怖いものないんですよ俺。もう怖いものないんで言っときますけど、コナミってね、ちょっとね、頭バカになっちゃってんだよね多分俺ね。バカになっちゃってて、これ何かっていうと、その理由はこのスターブラストっていうあのカードをご存知ですか。これね、まあ、どういうカードかっていうと、効果先に説明しておくと、500の倍数のライフを払って、手札がフィールドのモンスターのレベルを、まあ、500ライフにつき1つ下げるよっていうことができるカードなんですよね。だから、例えば、まあ、レベル8のモンスターとかに、スターブラストを、まあ、使って、なんかそのライフを、払って、まあ、4個下げれば通常召喚できるんで、2000払えば、まあ、単純にその8とか9とか10とかそういうモンスターを通常召喚で生贄なしでポンって出したりできるんだけれども、これさ、ライフポイントが支払えるっていうのがどれぐらいやばいのか、これ分かってないんですよ、コナミの運営って。これなんで、デビルフランケンを規制したのかの理由が分かってないんですよ。デビルフランケンって規制されたのは、お邪魔キングとの併用で、相手の場面ロックできるから、あれがクソゲーだったから、ダメだったじゃないですか。ね、コナミってね、自分で作ったゲームのことをよく理解できてなくて、めちゃくちゃ言ってんだこれ。今日大丈夫、ちょっと気悪くしちゃすいませんね。でもこれ断罪してもらないとまた同じことが起きるんで、行けお邪魔どもっていうこのスキルね。例えば、自分のライフが500以下だった後に、お邪魔トークンっていうのをこれ可能な限りフィールドに出すっていうスキルなんだけども、これ500以下って結構今まで難しかったでしょ。先行一旦目とかで500以下にできるってなかなかなかったじゃないですか。これお邪魔トークンって結構めんどくさくて、これアドバンス召喚のためにはリリースできないトークンなんですけども、これ500以下にね簡単にできるんですよ、このカードあると。スターブラストで3500のライフを支払って、このアンティークギアたちを7個下げてレベル1にして通常召喚しながらスキル発動すると、もう相手の盤面ねトークンで埋め尽くされるんでロックできるんですよ。まあ実質お邪魔キングですよね、実質。まあちょっと若干そのお邪魔キングよりかは少し強制力落ちるかなと思うけど、ただやっぱその魔法トラップカードとかで除去されるんで、こういうカードを積んでしまえば、まあロック完了なんですよね。まあ、だからまあ簡単に言うとお邪魔キング再来っていうっていいと思います。多分結構決まるし、そもそもこれ2枚コンボなんで、これ2枚コンボなんですよ。これ2枚コンボってやばくないですか。 22% くらいで、まあ、整うんですけども、これね、やっぱね、ちょっとやっぱ改めて思うんだけどね、コナミさんね、スキルの概念をね、忘れちゃってると思うんだよ。だからね、実装するカードはね、慎重に選んだ方が俺はいいと思う。うん。手放しで、そのなんかこれ、どうでもいいやと思って実装したらこういうことが起きるから。早速ですね、皆さんにね、遊戯王デュエルリンクっていうのがどんぐらい神ゲーかっていうのをお見舞いしていきたいと思います。デュエル、スタンバイ。これはコナミやってるだろ、これ。コナミやらかしましたよ、これ確実に。はい、来た。やばすぎるな、これ。3500ライフを支払って、で、アルティメットパウンド出して、で、カード1枚セットして、スキル発動。いけ、お邪魔とも。出た。ネオニューお邪魔ロック来ました。ちょ、闇のゲーム痛い。やばい、ちょっと、あと4ターン耐えなければ。やばすぎるだろ、この。さあ、肉捨てしろ。肉捨てしろ。闇割りくさん言う。これが、何も捨てない。何？それは甘えか？バトルフェイズですぞ。それは甘えでは。あるんだ、なんかボール。はいはいはい。で、2300ダメージ、アルティメットパウンドの効果発動していく。で、機械族モンスターを手札からボチロンして、もう一回攻撃することができる。さあ、ボール持っててよかったですね。なるほど、やりますね。やりますね、あなた。さあ、ただし、このモンスターを除去する手段がなければ、このままやつはジエンドですけど大丈夫でしょうか。3000超えてこれるかどうかなんだよ、相手は。ただ、サブマリンロイド召喚とかはマジでほんと地獄。ボール投げただけおじさん来た。対戦ありがとうございました。これは神ゲー。成功
あーいいね、成功率的にはね、デビフラ、昔のさライフコストゼロデビフラってあったじゃないですか、あれよりはさすがに低いよね。やっぱそのスターブラストとモンスターを手札に引かないといけないので、まあ、22% なんですよね、先行で、2枚を引く率は。あー、それはね、それはねほぼ勝ったけど、これクリボなのかな。スターブラスト召喚していく。さあ高校ワンキルが決まるかどうかの瀬戸際、まずアルティメットパウンドを、召喚しながら、お邪魔どもでまず的を用意して自作自演ワンキル、相手のデッキは関係ねえ、俺は俺だけの力で勝っていく。自作自演ワンキル、自演オツ長島、自演オツ雄一郎、俺の名前は長島自演オツ雄一郎。対戦ありがとうございました。フリーボールなしは甘え。さあお相手はまた、この世のハードスプレーを全て使い切った男、デュエル3枚。俺もだったわなんか遊戯さんの髪型ばっかり言ってたら、なんか俺のちょ手前のなんかサンダーさんの髪型もだいぶヤバかったわ、冷静に考えたら。さあブラックマジシャンはなんとか玉光でナビゲートを抑えていきたいところ。これはまあ打ち出の小槌をしていくしかないからね、基本的には打ち出の小槌でそのスターブラストを引きに行くしかないので、ですね、どっちにナビゲート伏せるかによりますね。これはカーテンはいいですよ、カーテンはいい、カーテン OK、 カーテンは強い、カーテンは強いが、まあ、今のところ大丈夫か。イリュージョンマジックでブラックマジシャンサーチもいい、別に OK、 リリースして、まあ、でも場開けてくれるのはありがたいね、場を開けていただけるのは非常にありがたい、非常にありがたい。さあこれでガラ空きになった。でカード1枚セットしていく、1枚で頼む、1枚で、1枚で頼む。2枚やるか、2枚やるやつか、2枚やる、2枚やんのね、なるほどね。一旦打ち出の小槌しましょうか、小槌して、でちょっとスターブラストを引きに行こう。スターブラストしたらもうナビゲートしねえから、あいつナビゲートできねえからよ、アドバンス召喚には使えねえからのトークンは。だからブラックマジシャンをアドバンス召喚することさえもできない。はい、もうワンチャンスだ、もう一回やろう、もう一回笑顔咲くだ。さあここで3枚戻して強引に、あまりにも強引にスターブラストを、スターブラスト引いた。でこれは無の煉獄で、これで玉光引いて、引いた、天才だ。これであとはナビゲート押さえるだけ。これこっちかな、そっちではない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 。でもそっちではないとしたらスターブラストで、いやこれね、スキル発動できさえすればもう大丈夫なんですよね。ナビゲートは2体同時に特殊召喚しないといけない、同時っていうか、まあ2体特殊召喚できないといけないので、これゴーレム見せますよとですね、ゴーレム、まあ、召喚する前に池お邪魔どもをすることによって、これでチェーンがなくなった、来た、これあれだ、押さえてない方がナビゲートだ、わかった、来たわ、これは来ました、これ来た、これもう無理だろ、だってあっちナビゲートでしょ、あのエクストラデッキが多分あれナビゲートなんですよこれ。だからこれ展開するにはアドバンス召喚ぐらいしかないと思うんですよ。でアドバンス召喚はできないんですよ、あのトークンリリースできないから、アドバンス召喚のためには。これはいったどうやら理解しようだな、そうだ、これがデュエルリンクスだ。さあお相手の方、西洋拓磨選手よろしくお願いします。デュエル3倍絶対運命力、貴様なんかやるな。無の煉獄で一回ちょっとお願いします。打ち出の小槌で強引に引き直します、引き直していく。まあ一応2枚コンボなんでね、2枚コンボなんでモンスターが来ちゃうんですね。スターブラストの効果を発動、スターブラストで3500という圧倒的なライフを支払って、こいつを出した上でのスキル発動、いけお邪魔ども、はいはいはい、 OK でターン終了していく。で胸のロックしてられる、 OK、 はい先行ロック、はい、これがネオニューお邪魔デッキでーす。やめろ、そんなことをしてはいけない、そんなことをしてはいけない。
Yeah!